カーレンジャー知ってるか？弱い強いね。おとといってな。おととい。おとといという言葉があるのね。おととい聞いたことありますか？ある。おととい。おととい。もう一つ。おととい。おととい。昨日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 と書いてね、読むときはね、昨日って言うんだって。難しいね。昨日ってな。昨日。昨日。昨日。明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 後日。明後日。明後日。明後日。この4つの言葉を最初に覚えます。知ってる？あれそうね。じゃあ僕字読める。そう、本当は太鼓叩くといいんだけど、やってみようか。太鼓叩きながら僕やりたい。しあさって。しあさっても知ってるの？いいね、これでいこう。じゃあ先生と一緒に声出してくださいよ。3、はい。声出した？足間違えた。ちょっとやりにくいな、これ。じゃあその次いくよ。きのうさん、はい。きのう。うまい、うまい。それでいい。きのう。書くときはきのうですけど、読むときは昨日。言ってらん。昨日。あすさん、はい。あす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 。これね、小さいつがありますから気をつけようね。あさ。書くときはあさつてさん、はい。あさつてさん、はい。あさつて。でも読むときはあさってさん、はい。あさって。あさって。うまい、上手だ。あさって。あさって。うんさん、うまい。あさって。あさって。書くときと読むときとちょっと約束が違いますから気をつけましょうね。おととい、昨日、明日、あさってという今日を勉強します。おととい。おとといは土曜日でしたね。土曜日ね、弁天というところでね、花火大会がありましたね。でも先生はね、その日はね、掛川に行っていましたので、浜松にはいませんでした、一昨日の夜ね。でね、昨日の夜はね、昨日の夜は日曜日でして、うちにいたのかな。昨日の夜は昼寝をして、その後何か、まあ、いろんな仕事があって、ただ雨が降ってましたね、昨日ね。昨日雨降ってました？降ってましたね、昨日。ねえ、明日。明日はね、明日、今のところ予定はありませんが、明日も今の今日と同じように仕事をするでしょう。明後日。そう、明後日ね、先生。いや、あのお家のね、木がね、この前の台風でね、倒れてきたの、こんな木が。そしてそれがね、山の方にボーンと倒れてね、こう道を塞いでるのね。あさってね、その木をね、ノコギリでね、切ろうと思ってます。あさって、水曜日でしょ。あさってね、午前中時間がありますから、あさってその木をね、切ろうと思います。皆さんのうち、この前台風で被害ありませんでしたか？大丈夫だった？停電になっちゃったんだけどな、あの時ね。でね、数字は普通読むときは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って読むでしょ。ちょっと読んでみてかな。3、はい。1,2,3。ああ、そんな声じゃ覚わらない。1,2ってさ、俺鼻から力入れなきゃ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。普通数字というのは今のように読みます。もう一度やってみましょう。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ところがね、ここにね、ヒッヒーってね、つくとね、これね、読み方が変わるんです。これがまた難しいところでしてね、先生もよくわからないんですけども、これ1日と読むんじゃないのよ。ちょっと先生の真似してよ。1日。ダメダメ、そんなんじゃ。もっと唾をブーッと飛ばすんだっけ。わかる？もっと飛ばすの。
1日、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 やったわりん、1日、1日、今度こんな水鉄砲買ってきてやっつけてやるからね。1日、1日、やり方わかんないくせに。あれ難しいなね、あれごちゃ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 ついて、だって甘えてる方いっぱいあるもんね。こっちにもこっちにもこっちにも、わかんないでしょ。ふつか息たくさんだし、ふつかだよね。ふつかみっか、よっか、いつか、むいか、なのか、妖怪、妖怪、妖怪ってただろお前は。妖怪じゃないの。妖怪。今のは読む時の約束、今度は書く時の約束を言いますから、みんなも手を叩きながらやってみてください。いい。そうするとね、書く時とね読む時と違うから、手出していくよ。ついたち、3、はい、ついたち、できたじゃない。ついたち、ふつか、みつか、みつか、よつか、よつか、いつか、いつか、むいか、むいか、なのか、ようか、これ難しいのね。ようかと書いてようかって読むのね。ようか、ここのか、ここのか、3、はい、ここのか、うまい。とうか、そういうふうにね書くの。そしてできたのがカーレンジャーなの、ね、カーレンジャーって知ってる？これカーレンジャーって。なんで貼るんだよ。ピッチじゃん。ピッチと、なんでこんなくっついたんだろうね。ピッチじゃん。じゃあ覚えて、カーレンジャー言ってごらん。カーレンジャー言ってごらん。カレンジャーっていうのこれ。カレンダーだ。え？なんだって？カレンダー。え？カレンダー。あんた子供のくせにそんなことも知らないの？知ってる。カレンダー。これはカレンダー。カレンジャーって言うんだよお前。カレンジャーじゃない。あんたカレンジャー知ってる？うん、カレンダー？カレンダーっていうのはちょっとこの面お面かぶってこうやってやる人じゃない？あんたできる？カレンダーの真似。うん、カレンダーの真似してごらん。じゃあ覚えて、カーレンジャー、はい、カーレンジャー、ここにあるのはカーレンジャーですけども、カーレンジャーには日月火水木金土と書いてあります。これ何ですか？これ日月火水木金土っていうのは分かるよ、ね、何が分かる？何が分かるの？え？何が分かるでしょうかね。何？え？これ何？日って何？日曜日。え？日曜日。あんたよく知るムーンさん、日曜日じゃ。じゃあ月は？月曜日。あれ知ってるの？うん。じゃあ火は？火曜日。あれ水は？水曜日。木は？木曜日。
金は金曜日。土は土曜日。これ曜日なのか。でその下に出てるこれ、この1、2、3って何これは。カレンジャー。カレンジャー。何？カレンジャー。カレンジャー？あ、カレンジャーっていうのこれ。カレンダー。お前らよく覚えとけ、カレンジャーって言うんだ。知ってる？違うよ、カレンダーで。何を？カレンダー。なんか不満そうな顔してる。カレンダーだよ。リアム、これ何？コレンジャー。カレンジャー？うん、あんた素直だ。うん、これカレンジャーだよ。で、カレンジャーを見ると、ここに1日、2日、3日、4日、5日、6日。あこさん、これカレンジャーだったかカレンダーだったか、どっちだったこれ。カレンダーだと思うんだけど。本当？これカレンダーだって。そう？そうだよ。お前だよ、カレンジャー言ったの。なんでカレンジャーって先生が言ったもんです。僕言ってないの。言ったカレンダー。言ってない。言ってない。僕は初めからこれカレンダーって言ってるだもん。カレンジャーなんだよ。カレンジャーだよね。じゃあこれは何よ。カレンジャー。じゃあこれは何よ。カレンジャー。僕最初からカレンダーって言ってるよな。違う、カレンジャーって言われるんだ。あんたそういうこと言っちゃ失礼でしょ。先生だよ私は。間違えるわけにいじゃん。あんた嘘ついてるもん。あんた嘘言ってんの？ダメだよ、嘘言っちゃう。違うよ、林先生が嘘。こういうのをね、なんて言ったっけな、また。カレンダー、カレンダー。何？カレンダー。そうそうそう、カレンダー、カレンダー、カレンジャ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 ー。だから覚えてるじゃん、先生が。カレンダー、カレンダー、カレンジャ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 ー。あれ、不思議だよ。カレンダーカレンダーって何回も言ってごらん。カレンジャーになっちゃうよ。やってみてごらん。3、はい。カレンダー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 。ほら、変身しちゃうじゃない。だよ、だってね、覚えてないからね。じゃあ、覚わらないのよ。全然最近覚わらない。そんなの覚えるわけないじゃん。そういうのは。あ、そう。まあいいよ。日曜日。めんどくさいから、日、月、火、水、木、金と言ってごらん。3、はい。日曜日、木、金、土。それじゃこれを読むときは1,2,3 じゃなくて、さっき教えたのは何だったっけ。日、1じゃない、1じゃない、これ1日。誰も1日言った人、はい、ありがとう伊藤さん、ありがとう。じゃあこれは2日。正解。これは3日。何だって3日。え、3日。ああ、じゃあこれは4日。何だって4日。これは5日。何だって5日。これは6日。なんだって6日。これが7日。なんだって7日。7日なのか。これが4日。4日じゃない。4日はこちら。これは8日。8日正解。じゃあこれは9日。9日。これは1日。1日はこれだぞ。10日。何10日。なんだって10日。そうだ、10日だ。あとでかー、あカレンダー、あ、そうそう、カレンダー作ってもらうからね。今週言ってごらん。今週はか、あ、まとめ、カレンダーの勉強ですね。はい。先週は英語の勉強をしました。来週の予定表まだ見てませんが、来週また勉強しね。そういうふうにね、今週という言葉聞いたことあります？今週の BW 教室は今日ですね、カレンダーの勉強します。で、来週、先週は英語の勉強したの覚えてる？桃太郎ピーチボーイの話したの覚えてる？桃から生まれたからピーチボーイ、ね。来週は何だったっけな、忘れちゃったな。ジん、そう。それから同じこの中国に今度ね帰るとね、いろんなふうにことを使えるんだよ。中国。今月言ったな。今月は何月だったかな。今月何月でしたかね。次の日。いや、今今月何月。7月。そうなんだよ。あ、浜松やりました。あの笹の葉さらさら抜き場に揺れてる大津さま。落ちないんだ。笹の葉さ
あ、セウン歌う、セウン歌うの？歌う。歌ってます。歌う。やめる。歌う。サラサラ。サラサラ。あ、そういうふうに悲しそうに歌うの、その歌。違う。なるほど、悲しい歌なんだ。ゆっくりね、ゆっくり歌う。ゆっくり歌うんだ。な、よし、みんな、あの、ゆっくり。悲しそうに。さあさあのはさあのさあゆっくりすぎのけばゆっくりすぎあんた男の男じゃなくて大人のじゃあ大人じゃねえな老人の悲しみや苦しみ分かるかねあんたに分からねえだろ普通だよえ普通だよだからあんまり歌ってみるさあ、はい、さあさあの違うのけばじゃあ歌ってみる悲しい歌なの違うよ違うよじゃああんた歌ってごらん一人で歌え一人で歌えないの、うん、あたし歌えるあんた一人で歌えるじゃあそれみんなじゃあムンさんと一緒に歌ってみさんはいささのはさらのみさに揺れる悲しい歌だねなんでそんな悲しそうに歌うのお前らあんたら若いんだろ若かったらもっと楽しそうに歌えよささのはさらさらさんはいささのはさらさらさんだからそんな歌じゃないのだってお前ら歌あんたらの歌が聞いてるもう見たまま出てくるよお前え元気にゆっくりじゃああんた見本や見せてくれそれあんたの歌ってきてそんな息してないそんな息してないほいじゃあ元気にやってごらんさんはいささのはさらさらのけばにゆやっぱ悲しいよその歌そんな悲しいのおじゃ新しい歌方教えてやるよさっさのほそろそろぬきばにゆれてやってごらんまねえだろねえじゃないもん来月は8月で夏休みに入ります夏休みになるとみんなどっか旅行しますね行く行くに、はい、8月だとそれからプールにも入れるもうプール入ってるかはい今プール入ってるもう入ってるかでも海でも泳ぎ、海を泳ぎに行く人もいるよな。あれプールに泳ぐ。プールで泳ぐか。そっか。そっか。先月は6月だったんだけど、雨がたくさん降ったね。先月？そんなに降らなかったのかな。で、今年と言わないね。今年は2012年。今年と言わないのかな。今年。日本語って難しい。今年なんてないよ。今年って言わないのか。じゃあ千年とも言わないな言わないよ去年って言うのか千年来年は言うよ来年あるね来年は皆さんはこれ覚えておけ入って出してピッカピッカの3はいピッカピッカありなさい動詞に書いて3はいピッカピッカので1を作って1年生に勝ったら洗うのこの笑顔が大事なのわかる笑顔だよ笑顔いいねお父さんお母さん暗く沈むからお前たちが明るくしてんだよ皆さんはいピッもっとピカピカにクリックしてさんはいピッカピッカのやりなさいよあんたやってないじゃないかさんはいピッカピッカお向こうへ出してさんはいピッカピッカの1年生2回ってあれよしこうして皆さんの来年はなんと1年生に落ちたぞあそうかいいよじゃあ行くぞこれは日月火水木というとってもありがたいお経であります10が漢字しかない皆様カタカナこれからこのお経をあくびしてこれありがたいお経を唱えながら漢字でしょ生きていくんですよいいですね先生がお経をしあくびしたわね私があんたもしたのうんじゃあいいかにゃむ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 にゃ
むにゃ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 む日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金やれる？はい、みんなも手出してむにゃ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 さあ、はい日月火水木金土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 日修行が足りん。だいたいそんな正しい格好でお経をあげちゃダメだ。つながりません。いや、ありがたいお経ですからみんな手出してですね。BW 本山いな林派の君たちは弟子弟子弟子坊主座業さん、はい、日月火水木金の斉藤君かっこいい。それじゃなさんとも手出して。あなた仏教徒よ、手出して手出して手出して。あんた言ってないじゃないのって言って甘さんなら手出せ。どうしなさいよ。さん、はい、日月火水木金土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 。本格的だね君、信仰心が強い君は。そういう人は極楽へ行ける。よかったな。じゃあ問題、今日は9日です。まあこれ今日のはカレンダー、今日9日か。本当に9日だよ、9日だよ。今日幼稚園来たの。このカレンジャー見てごらん。カレンジャーだよ、カレンジャー、カレンジャー。来週休みだから間違いないでよ。ええ、それで9日は今日9日だ。じゃあ今日は9日、じゃあ明日は何日でしょうか。分かる人、はい、鈴木さん。10なんて言ったかな。10の次、僕9日だもんで、明日は何日。10の次は、ちょっと待って、今日は9日。正解、ムルンさん、あんたよく知ってる、素晴らしい。みんな手叩いてあげてよ。ありがとう、覚えてくれてな。今日は9日で明日は10日だ。じゃあ昨日は何日だったでしょうか。20日になっちゃう。20日、何？4日は4なの。8日だ。ちょっと難しいな、ここな。昨日って昨日と書いて昨日って言うの。昨日8日、9日、10日でしょ。昨日、おい、じゃあ今日は12日です。明日は何日ですか、教えてくれる人。はい、桜田さん、ん？手上げてない。あ、入ってるじゃん、俺上がってるよね、ほら。こうしてその紛らわしいことしないのよ、あなた。はい。ムンさん、今日は12日です。明日は13日。じゃあ昨日は11日。素晴らしい、見に手叩いたの。あの人ね、カレンダーのこと何でも知ってる。カレンダーじゃない。あ、カレンダーね。今日は月曜日です。明日は何日ですか。斉藤君、火曜日、OK。じゃあ昨日は何曜日だったか。はいはい、一人だけ手上がってないと目立つんだよな。今日は月曜日です。昨日は何曜日だったか。はい、日曜日。あ、はい、上がった。リアム君、上げてない。上がったよ、それ。こうしてねえ、上がったよ。え、そうじゃなくてこうだよ。同じのもじゃ上がってるじゃないよ。そうだね。もう一回行くよ。今日は月曜日です。昨日は何曜日ですか。はい、はい、僕あの人あげてくれるのに何回も聞いてみようと思う。我慢比べ、いい？僕が勝つか君が勝つか。今日は月曜日です。昨日は何曜日ですか。はい、まだあげてくれない。今日は月曜日です。昨日は何曜日。あ、日、あ、昨日は何曜日ですか、教えてくれる人。はい、まだ上げてくれない。今日は月曜日です。昨日は何曜日だったんですか、教えてください。はい、リアム君、日曜日。ありがとう、みんな手叩いてあげて。あ
ああ近い。本当は僕は負けたの。今負けるつもりだった。みんなには答えられなかったんだよ。まあ、じゃあ今日が木曜日だとしたら明日は何曜日でしょう。金曜日。何？金曜日。じゃあ昨日は何曜日だったでしょう。水曜日。ああそういう風に見えるんだね。はい、で、7月は1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、あ、違った、これ12月だった、ごめん。長い。これね、今度、僕間違えた、今日ね、初めスタートの日だもんね、間違えた。1月。1月。2月。2月。3月。3月。4月。4月。5月。5月。6月。6月。7月。7月。7月誕生日の人いる？誕生日。今月誕生日の人いませんか？5月。あなた5月か。じゃあリアム君は5月の11日。知らない月。5月。知らない月って。違う月って何月だったの？分かんないんだって。え、自分の誕生日が分かんないんだって。いや、そんなことない。知ってるよ、隠してる。11月。本当に誕生日。もうしっかり覚えておかないと誕生日プレゼントもらえなくなっちゃうぞ。素通りされちゃって。忘れちゃう、みんなに忘れられちゃってさ、もらうべき時にもらえなくなっちゃうよ。だから すごく大事なこと、大事なこと覚えてた方がいいのに。僕は5月。あなた何月？11月。伊藤さんは10月。10月何日？22。僕28。僕はね、あれ、じゃあ年違わないじゃん。僕ねえ、あんた今何歳？5歳。え、僕も5歳。だって誕生日近いもん。僕6歳。あと6歳だった。じゃあお兄ちゃん、僕、あなた 何月生まれ？10月。10月。あなたは？だからもう知らない。ちょっとお母さん聞いてみるか。それで聞いてこないと大変なことだから。お母さん絶対あなたの誕生日知ってるんだよ。聞いてみる？お母さんは知ってるよ。じゃあ聞く。お母さん知ってるよってことで、なんであなたが知ってるのよ。お母さん、この方はあの何月でしたか？12月です。12月だろ。何日ですか？6日です。6日だろ、お前は。忘れるやつがあるか、お前は。僕はね、分かったか？サンタクロースの来る前に生まれたの、あんたは。分かった、うん、6日、いい時に生まれたじゃない、あんた。メリークリスマスで、あんたがさ、12月メリークリスマスってみんなにお祝いしてもらえるじゃない。いいじゃない。あんた何月生まれ？12月。12月何日？6日。言えたじゃない。言えた、言えた。もう一回聞いてみるからな、今度ね、もっとしっかり言うから。カツ君、君の誕生日は何月ですか？12月。何日ですか？6日。かっこいい。みんな手叩いてやれ。ねえ、すごいかっこいいね、お前。女の子モテるでしょ？全然モテない。ああダメよな、お前のクラスの女の子全然人を見る目がない。1月の人いた？2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、あと9月、10月、11月、12月。はい。よし、12月になったら生まれたんだ。な、いいな。夏にはスイカを食べたり、ナスが今美味しいね。秋になると虫が出てきて鳴くね。でももうそろそろ鳴くんだよな。この書き方どこかおかしいんだけど、どこがおかしいだろう。巣。じゃあ桜田さんのどこがおかしい？巣が大きい。あ、これ小さいんだ。これ大きいと朝通天になっちゃうもんな。あとコックもいるけど、じゃあ明後日。明後日。明後日。はい、これどこがおかしいでしょう。これヨーヨーがどうしておかしい。大きい。ヨーヨーが大きいから。あ、これはもっと小さく書かなきゃダメなんだ。そうですか。でこのままだとキヨーになっちゃうもんね。そうだ、でヨーを小さくするとキョーってな。キョー。みんな昔可愛かったね、赤ちゃんでした。おにゃおにゃ、はい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 して覚えてる。歩き出しました。覚えてる？覚えてる。あの頃は。覚えてない。3歳くらいの時。いや、あの頃なんとは可愛かったよ。そして、よちよちと歩くようになった。可愛かったね。そんな駅の大きくなんないよ。こういうとこ捕まって。そんな駅の大きくなんないよ。何が？
やだんだん飛ばしてるんだよ。そして幼稚園行くようになったでしょ。あ、足そんなちっちゃいの。まあこんなもんだね、子供は短いんだよ。だんだん長いよ。本当？まあ、あんた綺麗だもんね、スターリー。僕なんか本当に短い。まあこれまあ去年やったやつね、これ覚えてるかな。これ冬子さんのね。うん、で夏子さんね。で冬子さんと夏子さん仲悪いのよ。ものすごく仲悪いの。四角と三角です。わかった。暑いと冷たいだから。うん、仲悪いのよ。ほいで冬子さん歩いてたら夏子さん来たのよな。で夏子さんが、あら冬子来たわ、あいつ嫌なってに、あら夏子よ、嫌なやつね、あいつ、あいつなんか大嫌い。へい夏子、いたわね冬子。なんで叩いたのよ。叩いたんじゃないよ、これ私の挨拶。挨拶ってて叩かなかったっていいでしょ。うるさいわね、この野郎、バカたれ、アウタレ、喧嘩になっちゃったね。で冬子さんが言いました。皆さん、冬の方が楽しいのよ。サンタクロース来るし、お正月があるし、お年玉もらえるしね、お餅も食べられるし、それからみかんも美味しいですよね。そしたら夏子さんが言いました。何言ってんのよ、夏が楽しいのよ皆さんね。夏になるとね、夏休みとか、そう、夏休みはスイカ、あんたあんたいいこと言わね、私あんたこと大好き、ね、どっちも大好き。ほんと、夏は楽しいわ。何言ってんのよ、冬は楽しいわ。さあ聞いてみよう、冬の方が楽しいと思う人。あら嬉しいわ、伊藤さんとか桜田さんとか鈴木さん、私のこと好きだって。じゃあ夏の方が楽しいと思う人。あら嬉しいわ、私斉藤君とか、どっちも好きだもん、どっちも好きだもん。あんたどっちも好き。そんなことダメよ、そんなことは。ちゃんと一つに一人にしなきゃ。だってどっちも好きだもん。人生、いい人生感してるね、あんた。両方とも好きな人見る？だって夏は、夏はどうして好きなのじゃ。夏はどうして好きか話してくれる人。夏休み、はい。夏休みあるから。はいはい。そんなこと言う。はい、じゃあムーンさんどうして夏が好きなの？夏休み。夏休みって美味しいの？スイカ。あ？夏休みってスイカのことか。おじゃスイカのこと夏休みっていうの？はい。じゃあ冷蔵庫に入れていけばさ、冬にスイカ取って食べれば、あれ夏休みって言うの？違う。だって夏休みスイカって言ったの。スイカ食べたいんだ。あ？な、何ムーさん、どうして夏休み楽しいなかった？夏は楽しいの？はい。どっちもいい。でどうしてどっちもいい、そんなどっちもいいなんて、どっちが好き、それでも比べてどっちが、ムーさん冬はどうして、冬となったら冬はどうしてあまり好きじゃないの？雪だるま作りたくないから。寒いもんな、寒いの僕も嫌い。寒いの大好き。あんた寒いの好きなの？風邪ひいちゃうもん。まあ、風邪ひくと元気なんか風邪ひかないよ。リアム君はどっちが好きなの？あ、やっぱ冬嫌だ。右。右どうして？だってさ、いっぱいさ、あったかいさ、いっぱいあったかい、それだもんさ、本当好き。うん？あったかいも好き。あったかいからいいんだ。寒いの嫌だもんな。なるほど。鈴木さんはどっちが好きなの？でもさっきは言ったけど、夏の方がいい。どうして夏がいい？だってプールとか入れる。プール入れるもんな。伊藤さんどっちが好き？冬。どうして？え？え、何？お年玉もらえるもんな。みんなね、おめでとうございますってお金くれるもんね。あ、そうか。でもね、夏子さんと冬子さんはね、桜田さんが言うにどっちもいい人なのね。ねえ、あんた私本当はね、あんたのこと好きなのよ。本当はね、私あなたのこと好きなのよ。先はごめんね、私もごめんね。じゃあ一緒にこれからショッピングに行きましょうか。いいわね。トゥン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 、2人はショッピングに行きました。では皆さん、鉛筆を出してください。皆さんにカレンダーを書いてもらうと、あ、カレンダー、カレンダー、カレンダー、ごめんすぐ間違えた、カレンダーじゃなくてカレンダー、紙に書いといた方がいいよ、カレン、紙に、ほんとね、ほんと、うん、嘘だもんで大丈夫だよ。え、こくね、え、こちゃんとコピーして書いてください。
真似するの？呼びたいならそれでいい。はい、気をつけます。なんで呼べるか書いてないの？どう？これ謎なんだろうな。みんな書いとこうと思った。いいよ、忘れちゃった。これ謎なの？じゃあちょっとね、書けるかな。一番こちらは2、1って書ける？書ける、簡単。いやいや、そんなことは僕難しいもん。2、1と書いてください。2、1書いてみろ。書いた。2、1。そう。これ誰が書いたの？ゲス書いていい？まあ、これカレンジャーっていうのはね。違う、カレンダー。あ、カレンダーっていうのは昔からあって、昔の、まあね。ゲス書いていい？じゃあその次なんだ？日の次なんだ？ゲス。月、月、月、けんてんてんか。月。じゃあ月と書いてください。できた。できた。え、月の次が蚊。何だって？蚊。そう、ブーンって飛んでくる蚊と一緒だ。蚊できる？で、これね、リアム君、つを書かないかんぞ、ここ、つ。月のつ。月曜日ね、そこ、つ書いてる。どうした？つ、つ、つと書いてけ。もう書いた。で、その次がか、かだけ、かよう。かだけ、かだけ。かだけ。かってわかる？どうもいいな。か書いた？いい。で、かようの、かようの次が、なに？水曜日？え、じゃあ、す、いと書いてくれる？す、い。書いた。書いた？書いた。さって書けるんだけど。本当？水曜日の次がね、日、月、火、水。木。何だっけ？木。そうそう、木。木。く、書いてみろ。木。木、書いた？で、日、月、火、水、木。金。あ、そうそう、金、金、金。そう、今度金だって。じゃあ行くよ。き、書いちゃった。もう書いちゃった。き、ど、どう？いや、金曜日だって。木曜日の次、金曜日だよ。じゃあ早く、どうか行きたい。もうその次を言ってるの、あなた。進んでるね。じゃあ金曜日の次が？どう？どう、どう、どう。どうはね、とに点々だよ。できた。できました？これで、2012年4月のカーマッカレンダー。そう、カレンダーできましたね。カレンダーじゃなくてカレンダー。一回間違えて覚えるとね、治るもんね。だ、だ、だ。じゃあ、行くよ、見ててよ。これからは大変だぞ。1日、2日、3日。書ける？簡単。簡単。そう？簡単な人は遺伝子に感謝してさ。上で真似するの？さあ、3日、よく、あら、5日から書いてないから書いていい？ゾード書いてください。5日、6日どんどん書いていいよ。じゃあ7日で、下が来るんだよ、今度。いい？8日、9日、もう12までいってる。いいよ、たくさんどんどん進んでいけ。星は？星は、あなたこの相手と書いてくれるけ。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日って、その次に5日も書かないと。4日の後に5日って書いてくれない、ね、そうだろ。全然これ見てかな、こっち見てよな、このカーカーカーレンダーね、ちゃんと書いてあるだろ。こういう風に書いてある、全部数字書いてある。できた。カレンダーできた。カレンダー、できた。待っててよ、あこさん。ムーンさんにもう一枚あげて。今日のチャンプンはね、あなただ。どう見てもね、あなたね、今日ね、よく知ってる。
このそれもう一枚描いて。7日も描くの？もう一枚描いてくれたら今日お姉さんねチャンプにする。うん？7日も描くの？そう7日描かないと7日も描いてで8日できて今度はここに来るわけ。間違えたことあった。そっちがバツければいいよ。今度はここへ来る。8、8日、9日、10日、下に書いた。10日、下に書いた。11日、12日、そうそう早く寝たぞ。13日、14日、15日は書いてあるでしょ。で今度はその次16日、17日、18日、19日、できた。20日、これ20だけね、20日って読むのね。できた。おお、できた、よし。20日、21日、それでね、21日は書いてあるから、23日今度、23日、書いたい、鈴木さん。23日、24日、そう、伊藤さん24日、今度25日、25日、待っててよ、今すぐ終わるでな、もうみんな終わるから、26日、27日できた。27日できた。27日、28日できた。いいよ、伊藤さん待ちなさい。その通りで帰ってきます。それで今度こっち来て3、29、ちょっと伊藤さん見て、なんかちょっと迷ってるみたい。直して、間違ってないと思うけども、大丈夫？できた。上書いてくる。できた。よし、できた。29書いた？で31日にしてね、今月はストップなんです。まあ今月はというか32日はないんですけどね。いや、ここでカレンダーができたんですね。よし、じゃあ先生が言ったところいい？できたかな。いやー、それで完成。いい？じゃあ先生が言ったところに指を置いてください。いい？まず16日に指を置いてごらん。指を置いた。そして上へ行くよ。漢字書いてある。これ何曜日でしょう？月。来週16日は休みですから、皆さん丸をつけておいてください。16に丸つけてほしい。 16? BW 教室はお休みだからな。今月5回あるもんで16日はお休みにします。いい？そこで分かった人、このカレンダーを見ながら、カレンダーを見ながら何曜日か教えてください。じゃあ桜田さんに聞きます。あ、今日待ってて。ムンさんがチャンプだからね、これできたらムンさんにとはチャンプ。いい？チャンプ問題。11日は何曜日でしょう？11日。だから指を押さえてごらん。11日上へずっと言ってごらん。わかった。上何曜日？水曜日。正解。よし、もう一問ムンさんに出します。いい？12。いいか、こっち見てよ。じゃあ次の問題。いい？無線行くよ、無線行くよ。いい？じゃあ今度は20日押さえてください。20日押さえてください。じゃあムンさんに20日、20押さえてください。指で20ってこと。20押さえてみろ。20
それ上ずーっと2と10の隣20だよ何曜日正解よしじゃあムーンさんに聞きたい金曜日にもあるいや、筋もそこまでつけてダメ16だけムーンさん今月は何日までありますか一番最後の日は何日でしょう12じゃない12、12、12、12、12、12、13、14、15、16、21、28、28 一応31正解よしじゃあもっと難しいぞ30今月は火曜日は何回あるでしょうかここ火曜日一回ちょっと数えてみてください火曜日のところ何回あるか2、3もう一つ持ち下持ちもう一つ何回ある30 5回だろじゃあ一回数えてみるよ1、2って声出してみて3、はい1、2、3あ、4回かあ、帰る5じゃん3、はい1、2、3、4、5回あるんだこういうふうにねこれをのこのカレンダーを見ると今日は何曜日かなって言って分かるわけなで、この日は休んだよって分かるわけ。あ、分かった、分かった。ね。よし。だから、何がカレンダー便利だよ。あれ、僕がないよ。え？よし、これいいか。さっきの歌なんだけど、あれ、どういう歌なの？さーさのー、あーさーらさー。違う、ちょっとちょっと待ってください。さあ、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 さムーさんにサタナハサラサラを歌ってもらいますよし、近いいいか抵抗してるかな T シャツ着てるねシェーリー、シェーリーテンプルかよし、じゃあ歌うよ明るく楽しくみなみしに歌ってあげてよ3、はいサーサーノーハーサラサラのきばに揺れるおーしさいい声してるじゃんいやさすがチャンプだみんな手叩いてあげてよお母さん褒めてあげてねはい他に一人で歌ってみようと思う勇気のある人はい伊藤さんはいでも悲しそうに歌わないでな桜田さん涙が出てくるから歌いたくないんじゃないですかじゃあいいか明るく楽しくよ3はいみなみさずさん、はい。ささのはさらさら、のきばに揺れる、お星さまきらきら、金銀砂を。あんたいい声してんねよ。うまい。みんな手叩いてあげてよ。ね、ありがとう。じゃあ今日の勉強はここまで。今日のチャンプは。ムーンさんと決まりました。じゃあおしまい。早っ。決まるの早っ。早っ。ここは早し。終わるのは早し。